どうも、ダークセイバーです。今回は声優さんの、面白エピソード、教えてに対するネットの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。アドリブで名前を聞かれてとっさに自分の名前名乗ったらレギュラー入り。高木から源太はすぐ変われるけど逆は難しいらしい。ちなみに遅刻の常習犯で林原さんによく蹴られたとか。それ言おうと思ったのに。めっちゃ怖かったんだそうだな。ある時寝坊して開き直って朝シャンプラスコーヒー入れてから現場に行ったとかもあったらしいね。そこに座り縄でまだっけ。兄に自分を殺すよう言われて拒む場面で脚本では、俺にはできない、だったのを、僕にはできない、と言い間違えてしまった。撮り直しはしたが、劇中の状況から、僕、の方がいいんじゃないかと監督に相談して採用される。コンドームに水溶き片栗粉。クレヨンしんちゃんの旧声優はフジテレビのモノマネ番組に勝手に応募してナウシカの子供の歌を披露したことがある。しんちゃんの演技もやって周囲を喜ばせた。その時に司会が、ところで許可取らなくて大丈夫でしたと心配していたり。山口勝平は二人はプリキュアスプラッシュスターのオーディションを受ける際自分の事務所の木本織江にオーディションお願いしますとお願いして受けさせてもらった。その後木本が先で山口がフラッピになったのは周知の通りだが先に先の結果が出てからフラッピの結果が出たので、僕がバーターになっちゃったよー。ってネタにすることもあったり、その後収録にあたって新人の木本は周りのサポートを受けることになるのだが相棒にして事務所の社長だった山口勝平は自分のことのように緊張して自分のことを後回しにしてまでも木本のサポートに回っていた。何回か木本のリハに付き合ってたら自分のリハ部位を見ないままアフレコすることもあったらしい。マネージャーから、異世界の風俗が舞台のアニメからオファーが来た。って言われて、よし頑張るぞってたくさん喘ぎ声出すつもりで現場に行ったらまさかの店のオーナー役で世代の移り変わりを実感したひかささん。あんあん言ってる演技を見て後輩たちがちゃんと育ってることを実感したそうな。機動戦士ガンダム MS イグルー、で主人公オリバー舞を演じた石川秀夫さん。しかし舞はガンダム主人公でありながら MS に乗らないキャラだったため、秀とは視野役の福山潤さんに、俺はズダ乗ったもんねー、と自慢されてたそうだ。最終的に舞はビグラングに乗ったわけだけど、その時にはどんなやりとりがあったんだろう。石川さんと福山さんは金色のコルダシリーズでも共演してたんだけど、コルダシリーズではキャラ同士の掛け合いに深みを出すためにキャスト同士で積極的に決起集会が催されて作品について語り合ったんだとか。グラディオンで叫ぶ時に中原舞さんの振り上げた拳が股間に直撃した鈴村健一さん。こんばん早見ん、CV 早見賞。長いことウルトラマンゼロの声を担当してるので初めてゼロを担当する監督や脚本家からこの時ゼロはどういう気持ちやセリフになるのか相談を受けたりゼロをイメージした曲の作詞もした宮野守。宮野さんって結構大暴れしてるイメージあったからこういうの聞くと来るものがあるわね。自称ウルトラマンゼロの心境に最も近い地球人は伊達じゃないのよね。マモさんブログでもゼロについてすごいクソでか愛情注いでるから面白いよ。高山みなみ、ダンロン2日向はじめ役の演技中、ダンロン2スタッフ、もっと推理し慣れてない感じで、デジモンフロンティアの木村光一の初進化シーンで気合入りすぎて、スピリットエボリューション。って叫んだ瞬間ぎっくり腰になった鈴村健一。伊藤美久さん、テレビ番組で趣味である、特撮の変身を披露する。なお一発で変身はできなかった模様。ワンピースは基本的にキャラの子供時代は別の声優さんが演じるんだけど、トラファルガー老役の神谷博士さんが老の過去編を読んでこれは自分が演じたいと思って、直談判してオーディション的な感じで神谷さんが子供時代も演じることが決まった。オーディションも自分に決まったって知ったのは直接老の子供時代の台本を渡された時らしい。あるアニメでルパンのパロディキャラを山田康夫そっくりに演じる、ソフト会社の目に留まり山田康夫の吹き替え持ち役、イーストウッドの欠落収録を依頼される。クリカンとドラマ吹き替えで掛け合いの共演をする、最新作で90を過ぎたのイーストウッドの吹き替えを2作連続で任される。シンデレラストーリーみたいなただの傭兵。マジでただのさんにルパンやってもらいたいわ。元から車好きというか車吉並木さん外に D の主役の車を再現して愛車にしているエピスキ。収録中は主役の匠が車の知識なさすぎてエアコーだよ。って説明したかったてうっぷん溜まっているエピも好き。グランツーリスモもこの二人が吹き替え作ってたな。やらせてくれって栄養かけたんだろうか。アイマス初期の頃に声優で飯を食べに行った際、当時めちゃくちゃ売れていた釘宮理恵は忙しいので途中で抜けていった。
後で他のメンバーも買えるぞとなって会計に行ったらやけに金額が安い。不思議に思うとなんと釘宮理恵が途中までの分を全部おごってくれていた。浪川大輔がセリフ中いきなり、このウーロンの中に、と言ったので何？となったが台本には、鳥かご、と書かれていた。中村、俺はね子供の時マーベリックになりたかったんだよ。三十数年後続編で一番美味しい役の吹き替えに。10年かそこら前に中村エリコと出かけた日の中村エリコの服装だか持ってたカバンだかを鮮明に覚えていて相手をガチビビリさせた今井あさみ。進撃3期の特番でまだ結婚公表してない時期に、私と山地さんの舞台見に来てください、という言葉で番組を締めたパクロミ。坂本真綾が鈴賢と結婚した後のとある雑誌でのインタビュー、これでもう恋とか面倒くさいものをしなくて済む。村瀬歩夢は史上初のレギュラー男子プリキュア声優として話題になったが本人が最初にプリキュアシリーズに出たのはゴープリンセスプリキュアでの単発ゲスト。その際にキュアフローラの熱烈なファンになり翼役のオーディションの際にサイド1話からゴープリを見返してから挑んだほどの熱烈なファン。そんな村瀬であるがプリキュアオールスターズ F でそのキュアフローラと共演となるのだが、アフレコで別ブースにいたエル役の子が葵に聞こえるレベルで叫んだりインタビューの度にフローラガチ勢プリを披露してしまうので子が葵にエルちゃんもね、と釘を刺されてしまった。一年くらいで終わると思って喉に負担かかるけどダミ声にしたら一生の付き合いになりました。大好きだ。銀玉で禁煙、ズルズルボールの回でドラゴンボールのパロディ回の時に、セルのパロキャラをやる時に同じブースにいた本物、若本則雄氏に、やるの？と尋ねられて挙動不審になった杉田智和さん。アドリブで、ちまる子。と叫んだら音響監督から、激しい下はやめてください、と言われたのでちゃんと、かわいいちまる子。と言い直したのに怒られた、と言ってのけた山口勝平。コナン直しからピュタと宮崎駿に、今回もよろしくお願いします、と名指しでキャスティングされてた永井一郎。オーディションで、ガンダムの続編なんて、という発言が有名な飛田信夫。合格後第1話収録前に監督からメインキャストを集めて世界観の説明となぜ今ガンダムの続編を作る理由を説明される。最後に、これが続編を作る主な理由です。特に、そこにいるあなた、わかりましたか？と監督から指差しされた飛田信夫。映画版ゼータガンダムのオーディションをしたら、俺が何年か神優をやってると思っているんだ。と言い一方で、少しでも衰えてたら帰るからな。と返したらしいお二人。その件は前にツイッターで作画監督さんだったかが、デマです、って言ってたんだよな。名前忘れちゃったし元の飛田さんのこと言ってたツイートも消しちゃったみたいだから確認できないんだけど。千葉茂よりもアドリブ万々歳な広川太一郎。なお007の吹き替えの際はアドリブはしませんと宣言させられたオチ。高橋理恵は初太キャラ大好きで有名だが、チロルチョコのパッケージを集めるのも大好きである。元ネタのゲームで初期から一人さん役やってたこともあり、日常系アニメでは毎週何かしらの役で登場、たまに一人でさん役同時掛け合いも、して、今週の桜井、というパワーワードが作られることになった桜井トオル。早見翔さん子供の頃からイケボすぎて電話に出ると、お母様いらっしゃいますか？じゃなくて、奥様いらっしゃいますか？と聞かれたらしい。元々は俳優で FF10 のティーダのモーションアクターとして仕事をするはずだったけど声優が決まらなかったので、モーションアクターと兼任で声優もすることになった森田正和さん。なおマイクの使い方すら全然知らないズブの素人だったためルールー役の人に逐一教えてもらってたりワッカ役の人などがいなかったら声優をなりわいにしようとは思わなかった模様。楽園追放のやられ新兵役で出演した際に、あたれ、の一言に対して、音響さんから、もっと新兵らしくしてください。それだと確実に当ててきます、と注意をされた林原さん。結城葵。あるゲームのラジオでレギュラーの今井あさみが福山雅治ロスになって落ち込んでたので杉田智和が福山ロスの感想を聞いたところ、出てきた感想が、この人も女性を選んだんだな。俳優、このアニメめっちゃ面白いな。あ、来週オーディションか、脚本か、このアニメのラスボスやってください。台本はこちらです。俳優、公式にネタバレされた。以上、天元突破グレンラガンのラスボス、アンチスパイラル役を務めた上川氏のエピソードでした。銀行員まで務めたエリートなのに、ラジオで相方の名前を最終回に呼び間違える。同期に、金田智子と3日ぐらいいたらブチギレる、と言われる。冠番組であの小野坂がろくに下ネタできないままフォローに走らされる。と山のようなポンコツエピソード持ち、それが金田智子。
アニメイトで母親と行くと特典がもらえるキャンペーンがあったんだけど、そこでフェイトグランドオーダーの画面見せて、あのこれ僕の母親的キャラなんです。って言って通った島崎信長さん。旧ジャイアンの立壁和也さんは職質をされた際に職業を声優と言ったところ何役か聞かれ、ジャイアンです、と説明したら敬礼とともに即解放されたそうな。国民的アニメ強い。なお声優が職質をされることは多いという。平日会社員じゃない格好して歩いてるからね。休日が不定期で社会的地位も会社員などと比べるとどうしても低く見られがちだからね。サンデーの探偵、工藤新一、とジャンプの探偵、L、をやってる山口勝平。実はマガジンの探偵、金田一はじめ、もう松野大輝が定着する前に演じたことがあるので実質三大漫画雑誌の有名探偵をコンプしている。桜あやねが花江夏希の子供好きすぎエピソード。花江、うちの子ハイハイできるようになってさ、桜、え？もう結婚する年じゃん。花江、ハイハイできるようになったら結婚できんの？じゃあお前の年齢やばいよ。桜、アブフー？強烈なカウンター食らったの笑った。犬山犬子は地声があれなので役所に行ったりタクシー乗ったりするときは意識的に声を変えている。舞台など立つ際は役に入るので問題ないが、プライベートなので油断するとあの声になってしまうため、よくお客さん声優かい？って聞かれる。声優世代表って番組の企画で波川さんがめちゃくちゃ上の方に行っていじられてたの好き。共演して間もない頃に平田さんを年上だと思い込んで敬語で話しかけていたら、周りから、平田はお前より年下だよ、と言われて衝撃を受けた関俊さん。数年後、とある対談でそれを聞いた平田さんとお互いに、鏡見てみなよ、とどっちが老け顔か張り合うことになった。ちなみに二人は一歳差なのでほぼ誤差のようなものである。小野大輔、あ、石塚さんに用があるんだった。小野大輔、おいじじい、あ、言っちゃった。石塚雲翔、ん？なんじゃ翔太郎？こんなやりとりがあったらしい。木村昇の通ってた高校の体育祭と文化祭に何度も遊びに行ってたという立壁和也さんの話が好き。なお本人も体育館でジャイアンリサイタルを開いてた模様。フェイトグランドオーダー配下勤者として有名な島崎信長だがサービス2年ちょいの2017年当時で課金額が家が買えるレベル。なおマネージャーからも注意されている模様。二日目に出るライブの初日に関係者に差し入れを渡そうと一旦ライブ会場を抜け出してエレベーターに乗ったはいいものの、そこから迷子になって、スタッフに助けてもらって一件落着かと思ったら肝心の差し入れを席に置いてきてしまっていたアガザミ傭兵。自宅が火事にあってしまったが仕事に穴を開けるわけにはいかないからとそのまま仕事に行った野沢雅子。野沢雅子が劇団仲間と一緒にドライブに出かけていた際に第二京浜国道でオートバイ事故を目撃する。当時雨が降っていて道路を滑っていく姿を見て、あれは絶対助からない、と仲間内で話し合っているぐらいの事故だった。後年ある人物が劇団に入団してきて野沢雅子は当時の第二京浜国道の話をしたら、その入団してきた人はそのオートバイ事故に遭った人その人だった。その人の名前は塚田正明。後に野沢の夫となる俳優である。エピソードっていうかその人の声優感話だけど好きなやつ。三木真一郎。自らの声優感として、タレントや俳優と違って声優は影の存在。僕らは声を出すことができないキャラクターの人生を再現するのが仕事です。マイクの前に立った時、三木真一郎という存在には一切の価値がないんです。キャラクターの人生を立体的にして、声帯を任せてもらったキャラクターの血と肉を視聴者に届ける。だから僕は自分が役を演じていると思ったことはないし、恐れ多くてそんな表現を使ったこともありません、と語っている。ラジオ出演の際などに、を演じている、という表現を避け、の声？と自己紹介しているのはそのためである。